まだ九州本土と橋でつながる40年以上前から海釣りのメッカとして知られていた長崎県の平戸島。グレやイシダイはもちろん、ルアーアングラーにとってはヒラスズキやマダイ、青物の高ポイントとして注目されている。今回はそんな平戸沖を舞台にヒラマサジギングの魅力を解説する。今回ヒラマサジギングを解説してくれるのは佐賀県在住の上原和彦。平戸沖のジギングを知り尽くした上原はどんな釣りを見せてくれるのだろうか。まずはじめにキャスティングからまず釣っていきたいと思います。フックは STX68 の30です。もうポイントも出るところが近いんで早速投げてみたいと思います。今日はヒラマサ狙いで、もうジギングメインで行きたかったんですけれども、朝一だけこのポイントが潮が行ってるって話だったんで2回ぐらい投げて、もうその後もすぐジギングに移ると思います。時々大きいのがドンって出る時もあるし、全く何もない時も、まあ今日がどっちかはこの後分かると思うんですけど、緊張するもう日頃キャスティングとかあんまり専門で、この流しで出ないんやったらもうジギングにスパッと切り替えます。ジギングの方がお好きなんですか？あ、僕ははい、全然ジギングの方が好きですね。ジギングは結局下が見えんもんで、まあずっと妄想して釣りを受け、まあ気持ち的には楽ですね。いろいろ想像しながら、はい、トップはやっぱりこう見えるもんで、ちょっと釣れん時は釣ろうなって投げ切らんで、うわ雨が来ましたね、本当風が出てますね。行こうか、ジギングに、ジギングに行きます。残念ながらトップでの反応はなく移動。得意のジギングで狙うことに。ジグはスリムでちょっと長いやつです。で、針はジガーミディアムの90で、これが一番ちょっと楽なんで、釣れるまではこれでしてみようと思います。釣れるまで、まずは背から。今はそこからどんくらいを釣ってるイメージですか？そこから30しゃくりぐらいですね。何メートルぐらい上がってくるんですか？25メーターぐらいと思います。1しゃくり100センチないはずなんで、今なんか当たったような魚礁かなんかに触ったのか。当たりらしき反応の後しばらく探っていくと、上原待望のヒット。多分寝魚ですね、これ落ちてすぐ。ちょっと大きめの荒株のはず。荒株でした。うっかりカサゴってやつですよ、これは。はい、刺身で美味しいそうです。ほぼさばきませんけど、今度はスピニングタックル使ってみます。 TE は4号で、はい、ちょっとまだ活性が良くないんで今のうちに
一応タックル全部使ってみようかと思ってまた釣れる時にはちょっとタックル固定して数を稼ぎたいと思うんですけど、はい、釣れる時はもうちょっとこれっていう道具に絞るんですけど、釣れない時はいろいろ試して楽しんでます。いや、ほぼ一緒ですね。僕の場合はもうワンピッチで釣るもんで、ただスピニングの方がちょっと楽、あ、違う、魚かかってからはスピニングが楽ですね。上原、言葉通り魚の反応がないと見るや、すぐさまタックルをチェンジ。あらゆる可能性を試していく。すると上原ヒット。これ意外とあると思います。これ今 P65 使ってるんで、これ今ちょっと耐えてます。もうこれを一本釣って楽になりたいもんです。上がる上がる、タブチン、これ上がってきた。なんだやろ、あるやろ、7、8キロあっちゃない。これ多分測ってないですけども、7キロぐらいのヒラマサがそこから20ぐらいで魚礁を越えてバンってきました。ちょっとドラグ締めてるんで P も65で結構きつかったですね。これが夏マサです。引きます。もうこれでミッションコンプリートです。まだですか。フックはジガーミディアムチェイスの110でした。で P が65だったんで、もう針も一番でかいやつを、まあきちんと下に刺さってました。7キロ、7やん、でも引くね、7でも。もうきつい。また同じタックルで P の65にリーダーが100ポンドで、ジグが 270g のちょっとショートで、でやっぱ魚礁周りってこの時期ちょっと大きい魚がいるんで、10キロを超えるやつとかいるんで、ちょっと用心して6号をさっきの流しから使ってて、まあ魚礁でも過ぎてから食いましたもんね。だからやっぱちょっとまだ潮がよくそこまでないのかもしれないですね。当たりがない時は積極的にタックルをチェンジする上原。これも釣りが単調にならないための工夫の一つだ。針はこだわりますね。ジガーミディアムチェイスがやっぱちょっと太軸なんですよ。だけどこうやって6号とか5号とか4号でもドラグ10キロ以上かけて、10キロぐらいか、4号でかけて釣りするときはやっぱ細軸になるとちょっと怖いんですよね。まあきちんとかかれば、まあ、伸びないって思ってるんですけど、やっぱこう魚が大きかったりすると肉厚になってくるんで、そうなってくるとやっぱその肉厚になればなるほど開きやすかったりも、視点がちょっと厚なってですね、だけやっぱそのチェイスみたいな感じのちょっと太めの軸の針の方がこういう釣りには合ってると思います。ちょっと渋いんで、ちょっと飽きてきたんで、ちょっと軽いタックルでとちょっとまあ、ちっちゃいジグで試して見てます。上原狙い通りヒット。あんまり大きくはないけど、何ですかね、まだヒラマサかどうかはちょっと分かりません。3キロぐらい、おおおお、なんぼでしょう。最後船下に入るんで用心して
ほら、こげんして入るんですよ。5キロぐらい、5キロぐらいでした。針がジガーミディアムチェイス70です。で、ちょっと食いが悪かったんで PE も35に落として、ジグもちょっと細短いやつに変えてみて、そこでポンって当たったんですよ。当たって、でもドラグはまあ35でも 7,8 キロかかってるんで出ることもなく、まあ多分10キロいかないぐらいまでは多分3号で取れると思います。まあでもやっぱりよく引きます。4キロぐらいよね、たまよね。ジグをちょっともうちょっと短いやつにしてみました。さっき釣ったヒラマスの口から10センチぐらいの味が出てきてるんですよ。それ見るとちょっとロングは使いにくくなってちょっと短くしています。夏場って結構そういうアジとかイワシとか食うんで、そっちに偏るときは結構偏って、ロングばっかり使ってると釣り負けるんですよね、同船者の方に。でさっきこんな味見たんで、ちょっと短いジグを。上原狙い的中。あ、来た、びっくりした。これもかなりサイズが良さそうだが、おっと、あー、びっくりしました。丁寧に丁寧に、あ、見えてきた。はあ、やっぱり引きます。これでも引くもん。ああ、きつかった。6キロぐらいだね。ねえ、引く。針は貫通です。上顎下から多分20ぐらい、ちょっと数えてませんでした。びっくりしました。いや、かかると思ってなかったんでちょっと慌てました。正確な状況判断でヒットを連発させる上原、後半戦の連続ヒットもお見逃しなく。さっきのポイントから40分ぐらい北に、違うか、南の方に下ってきたポイントです。魚礁で水深が90メートルぐらい、まあこういうところで意外とポッて釣れたりします。たるんだ。塩悪いっすね。あ、悪い、あ、ほんと塩悪いってです。状況はあまり良くないようだが、この日の上原の勢いは止まらない。ヒットです。ちょっと短いジグをわざと使ってみました。すいません、ちょっとあの渋かったんでジグを思いっきり短くしてみました。で釣れたんで、ちょっと調子に乗ってたら船長から潮がちょっと動き出し始めましたねって言われました。4キロでしょうね。はい、それでもやっぱり引きます。釣れませんね。パンパンパンって釣れるかと思ったら
抜けないんですよ。これがまたもう少しこうジグがピョーンって飛んでもいいような気がするんですけどね。下から15メートル反応が出ます。魚群探知機に反応が出た瞬間に当たりを捉えた上原。今度もなかなかのサイズのようだが、果たして豊村さんもかかりましたね。船長が反応が出たって言ったらすぐかかりましたね。あ、ちっちゃいです。ドワーン、3キロぐらいです。これ何本目ですかね。5本目ですよね。ノルマ達成です。結構な長い距離流すそうです。ちょっとな長すぎて潮がいってないのかって思ったんですけど、あとはサイズアップを狙って頑張ります。昨日が9キロぐらいまで釣れたって言ってたんで、来た。あ、これまあまああるごた。あ、違う。あ、まあまああるよ。大丈夫な、設定。あ？今日一です。今日一。8キロでしょ。8キロ。スピニングの方が楽なんですよ、やり取りが。でも最後まで丁寧に。最後まで丁寧に。4号バス。8キロぐらいなかろうか。ん？ん？いや、自由ってことはなかろう。うわー、いやーな方向に来た。でーし！釣りました。スピニングに変えて斜めに引いて釣りました。ちょっとまったりしてたんで、ずっとしゃくるのも辛かったんで、とにかく斜めにテンポよくしゃくっていって、まあ食うやつを探していったらパクッと食いました。もうどこかこう潮待ちみたいな感じでずっと流してるんですよ。だけどどっかでポツンってやる気のあるやつとかを拾うような釣りにはなってますね。でもここが一番反応がいいんで、まあ潮がちょっと変わると多分パクパクってくるか、もうこのまま玉砕してしまうか。まあ船長が粘るって言ったんで。ほら少し変わりましたね。少しジグが引っかかり飛んでますもん。こうやってやり取りすると意外と魚は動けないんですけど、針穴は開きます。ここはちっちゃい。上がってきた。3キロ、2、3キロ、3キロ。ちょ、活性がいいんですぐ落とします。さっきの魚はしゃくってきて止めたところでちょっとポッて軽くなったんで、もう止めた時に口使ったって感じです。上原連続ヒット。これでもちっちゃいです。3キロ、2キロ、3キロじゃないですか。上がってきた。あ、違う、ヒラメやった。ヒラメでした。
ヒラメでした。ヒラメが釣れました。でもヒラメが釣れると潮が悪いって僕の友達が言ってました。太陽が立ちが悪いって。フックはチェイスの90です、はい、一応ヒラメ食い上げてきました。そこから15とかそんなもんじゃないですかね。一日お疲れ様でした。朝は雨が降ってどうなるかと思いましたが、その後晴れて朝1で7キロ、その後6キロ、6キロ、5キロ、4キロ、4キロ、3キロとか全部で9本のヒラマサが釣れました。全部ジガーミディアムチェイス90、110を使って、まあ、上顎、下顎、全部貫通してました。まあ、バレることもなく、高負荷をかけても十分対応できました。いい針だと思います。これから秋になるに従い、ヒラマサもどんどん、まあ、活性が上がって釣れてくるとは思いますので、皆さんも玄界灘に一度遊びに来てください。ヒラマサが相手して楽しい思いができると思います。今日は一日ありがとうございました。